すべての日本国民。
そういうことは考えたと思いますので、そもそも焼きのりにお醤油をつけて食べられていましたので、明治さんがお醤油をつけて食べさせるなんて、そんなことをかけるわけにいかない、そういうことじゃないかなと思います。前代未聞の味付けのり作りには、こんな悩みがあったのではと、山本社長は推測します。Thank you.
社長の言うように関西の方は味付け海苔を好んで食べていることが分かりました。実際関東と関西の両方に店舗があるスーパーの販売比率を見ると関西エリアでは7対3の割合で味付け海苔が売れています。反対に関東エリアでは4対6の割合で味の付いていない焼き海苔の方が売れているそうです。さらに Thank you.
Thank you.
Thank you.